はいどうもさくんです。今回はこちらです。加藤のユニトラックに組み込む自動信号機。こちらを購入しましたんで、えー、今回これを組み込んで遊んでいきたいなと思います。で、この加藤の信号機は、あの、トミックスと違いまして、これね、あの、センサー触れてから、 3秒後にね、えー、注意信号に戻ります。これ秒数によって、あの、カウントして注意信号になるんですよ。ということはですよ、あのー、線路上に手前のセンサーとかが、あの、不要なんですよ。だから配線は本当にこれの1本だけでいいということで、僕はこれを選択しました。最初はトミックスの信号機を、 あの、加藤のレイアウトにわ,わざわざ組み込んで、えー、レール上にセンサーつけて、えー、接近して、えー、通過後に、またその地点を通過したら、えー、信号を切り替えようかなと思ってたんですけど、このどこでも組み込めるということで、えー、この加藤の、まあ自分レイアウトは加藤なんで、もうこの際、 えー、導入してみることにしました。はい。で、これだけでは、あのー、動作しませんので、えー、これに必要なものを、えー、3つご紹介いたします。えー、まず絶対いるのがこれです。自動信号機の電源です。まあ、アクセサリー電源だけでいいやんと思うんですけど、ここの、この3つ、 この絵にも書いてる通り、この三つの、ここの、えー、線の種類が違います。で、こっちに、あの、パワーパックの方へ行く用の線。これがあります。なので、えー、この電源は絶対必要だそうです。で、これを使ったら、信号機を三つ設置することができます。今回はこの一個だけのため。 とりあえず買ってみました。で、これともう一つ絶対いるのがこれです。アクセサリーアダプターです。えー、多分この端子に対応してるパワーパックもあるんで、その辺はあのホームページなどでご確認をお願いいたします。えー、僕が使ってる、えー、この色の パワーパックに関しては、えー、このアクセサリーアダプターが必要です。はい。そして、多分信号機を設置して、パワーパックと電源まで足りないと思うので、一応これも買ってみました。信号機延長コード。これも、もしかしたら設置場所によったら足りないと思うので、線が。なので、一応これも買っておきました。はい。それでは、 え早速組み込んでいきたいと思います。<noise> はい、一応これで、えー、パーパックから、えー、線路まで一式のもの組み込み、えー、組み立て完了です、えー、こちらのシールについてはこれアクセサリーアダプターの,もの、えー、一式の内容に入ってます、えー、この他にね色々いろいろこういうコネクタとかスイッチ類の えー、表記もできるようになっておりますそしたら、えー、簡単に周回のレイアウトに組んでみたいと思いますはい、えー、それではこのレイアウトに、えー、組み込むんですが一回このコントローラーのこの部分にアクセサリーのアダプターをつけるんですが一回電源を取った方がいいのでこいつ抜きますで電源切りを確認してからこの アダプターつけます。よし、ついたな。そしたら、えー、電源を投入します。はい。おー、ついた。え、こんなすぐにつくんですね。うん、赤だったんですけど、いきなり青になった。えー、すごい。つきましたね、信号機。おー、なるほど。 そしたら試しにね、えー、電車、いろんなもの走らせてみましょう。 はい、ということで、加藤のユニトラック自動信号機、いかがだったでしょうか。えー、先ほどの、えー、試運転でご覧いただいたように、えー、このセンサー上の上に止まったとしても、3秒後には注意信号になるということが分かりました。まあ、その辺を気にしないっていう、あのユニトラックというか、レイアウトに組み込んで、本当にあの、 楽しむえー、走行区間、えー、停車区間じゃなくて、えー、本当にあの走行区間で、えー、楽しみたいという場合はこれでいいと思いますただあの駅の中の場内信号みたいなとこにこれを組み込んじゃうと結構面倒くさいことになりますね電車行ったばっかりやのにいきなり注意信号、えー、進行源次になって なんかすごい不自然な状態になると思いますので、もっとリアルを求めたいっていう場合は、あのトミックスの、えっ、ー、と、線路上にセンサーを組み込める、えー、トミックス製の信号機の方がいいかもしれません。えー、僕みたいに、えー、ライブ配信などで、えー、ずっと走らしている状態の場合、えー、また、 レイアウト上の線路上に2列車も走らさないという場合はこれで本当に十分だと思います。なので少しでもね信号機を楽しみたいっていう場合はこれで大丈夫です。リアルを求める場合はトミックスの信号機をお求めになった方がいいかもしれません。これがまあデメリット。 の一つとして、えー、皆さんにお伝えしておきます。はい。というわけで今回は加藤のユニトラック自動信号機の、えー、組み込み方と実際に、えー、走らせてみて、えー、どんな感じで信号が切り替わるかという、えー、試運転をしてみましたという動画でした。 画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価のグッドボタン、ツイッター、Instagram、ブログのフォローもお願いいたします。